疲れ様です。お疲れ様です。やっほー。オッケー。おでこかゆ。こんにちは。お疲れ様です。やっほー。久々にクラゲヘアをしました。今日は久々にクラゲヘアをしたんですけど、どうですか？で、今日でさ、7月最後か、早いな。今日で7月最後、信じられない。早すぎて。ドリップロで、最近ね、リップの塗り方を変えたんですよ。だからね、クチュールのメイクはだいぶ違う。最近マジでリップの塗り方を変えたんです。こんばんは。ギフトも。スーさんハートありがとう。まっちゃんハートありがとう。梅氷の葉バラの凍ったやつありがとう。スーさんだるまありがとう。広島レモンさんバラの凍ったやつありがとう。ゆうくんかわいいありがとう。しきちゃんハートありがとう。まるふくハートありがとう。しゅんくんハートありがとう。べにちゃんハートありがとう。ロコップ結婚していいよありがとう。ロコポコクラゲありがとう。私今日クラゲヘアなんですよ。これクラゲヘアしてるんですよ。今日クラゲヘアだからクラゲのクラゲのギフト、リアルクラゲだ。リアルクラゲ、リアルクラゲ。なんてオーバーリップとはいえちょっとオーバーすぎてキモかった。ちょっとぼかそう。うん、オッケー。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様ありがとうございました。なんかもうマジでさっき公演終わって家に帰ってきて家に帰ってきてサイアンと一緒にコンビニ行ったんですよ。タクシー降りて、そしたらもう暑すぎてやばかった。なんかこの世じゃないぐらい暑くて、もう本当にびっくりしました。こんな暑いと思って、なんかもうお外、夏の夜ってさ、そんな暑いイメージなかったんですけど、めっちゃ暑くてガチでびっくりした。腰抜かしました。
こんな暑いんみたいな、ガチでびっくりした。もう本当に暑くて、暑って叫んでしまった。そのぐらい暑かった、びっくりした、こんな暑いんだって。もうほんまに暑くてびっくりしました。何が起きたんかと思った、暑すぎて。しかも暑いのになんか長袖長袖なんか着て余計に行かれてる。なんか長袖を洗濯する予定はなかったんです。でも手に取ったやつが長袖でたまたま長袖で、だから諦めて長袖を着ました。たまたま取ったやつが長袖だったの、だから長袖着た。こんばんは。マッドくんハートたくさんありがとう。オノピー結婚していいよっていうの嘘マッドくんクラゲありがとう。なんか噛まれたかも、なんかやばい、血がやばい。ゲバントホール虫おるんかな、なんかめっちゃいつも血まみれになる。こんにちは、スーさん、スケッチビーム、バッキン、ありがとう。ぬこぽこ似合う、ありがとう。マルフククラゲありがとうございます。こんにちは、なんで俺だけダメ。あ、なんかすごい血まみれ。基本結婚はダメってみんなに言ってんだよこんにちは、クラゲ可愛かった、え嬉しい。お見送り僕に声かけてくれてありがとう。え全然だよ、全然声かける。お見送りやばい、血が止まらん。こんばんは、ハートありがとう。ゆりちゃん、みんな今日何してたんですか。あっちタッキーハートありがとう。ゆいちくんハートかわいい、ありがとう。今日ポニーテールとクラゲで迷って、ポニーテールとクラゲで迷ってソラハさんが決めてくれたんですよ。ポニーテールとクラゲで迷ってて、どっちがいいですかねって言ったら、じゃあクラゲってかぶらなそうだからって言われて。明日髪型どうしよう、なんかもうめっちゃ引き上げたい気分だったんですよ。もうめちゃくちゃ皮膚を引き上げたい気分で皮膚をグッて引き上げたい気分で、だからもうめっちゃ引き上げたでピン止め大量についてて取るのが大変なんですけど、明日何しようかな、髪型。こんにちは、スーさん、だるま、ありがとう。クラゲ、久々にやった。たっくん、クラゲ、ありがとうございます。まっちゃんも、ハート。ありがとう。今日、見ぼれた。え、嬉しい、なんでなんでですか、なんでですか、嬉しすぎる。毎日見惚れろ、栃木から向かう、え嬉しい、楽しみだな。明日はリア中が初日だ、明日リア中初日だ。そういや
をつけてきてね。かわいい、やった、嬉しい、素敵。じゃあもしクラゲじゃなかったら素敵じゃないってことですか？もしクラゲじゃなかったら素敵じゃなかったってこと？やばい。あれですね、あの必須構文。こんにちは。こんにちは。しようと気づかんとのですが、気づきますよ。なんかマイハさんのペンライトカラーが白とピンクで、で白と白のペンライトと黒のペンライトって、まあ、若干違うんですよ。よく見たら全然違うんですけど、パッと見なんかちょっと白に見えるのね。よく見たら全然違うんですけど、黒の方が暗くてわかるんですけど、ペンライト見て顔見るからなんか一瞬戸惑った。今日大量に白とピンクがいて一瞬戸惑ったんですよ。でもすぐ分かった。ゆりちゃんハートありがとう。こんにちは。明日応援してる、ありがとうございます。明日も平日か。明日木曜日か、やばいな。後ろの髪の分け目雷、そうギザギザにしてるんですよ。なんかまっすぐかギザギザどっちがいいって言われてギザギザにしました。私は基本的に高めツインするときもギザギザなんです。血が止まらない。ギザギザ可愛くない？なんか自分でねギザギザしちゃうよね。ギザ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 言われてなんてむずいんですよ。なんかギザギザできなくて、私下手くそで、プライベートで高めツインはうまくできるようになったんですけど、ギザギザがどうしてもむずくて、ギザギザはもうメイクさんにやってもらおうと思ってやってるんですよ。こんにちは。なんかそういやさ、あのさマイカーのさ、マイカーじゃない、あの花だれ公演の詳細、8月の花だれ公演の対バンの詳細あったじゃないですか。そういや詳細出てたじゃないですか、8月のさ公演のスケジュール見た？8月の公演のスケジュールがさ出てたと思うんですけど、8月21日、勝手に四国観光大使×マイカーの公演あったじゃないですか。あれ開けてください。開けてください。あれ8月21日水曜日、勝手に四国観光大使×マイカー、あれまだメンバー発表されてないけど開けててほしいな。何とは言わないけど開けててほしいな。私の貴重な大切な日になるかも。で今度のチャートリー、8月8のさチャートリーあるじゃないですか。あれがマイカーまだ何とも言えん、まだ秘密で、で私がはっきり言ってないけど、マイカー開けててほしいっていうことは、次の今度のチャートリー、あこれっていうか次のチャートリーが最後なんですよ。でなんかいろいろ含めて来てた方がいいかもみたいなことをあのストーリーに載せたと思うんですけど、チャートリー推しの方、まあ内海里奈のファンの方もそうだけど、チャートリーファンの方も来ていた方がいいかもです、今回のチャートリーは。まあはっきりとは言いませんけど、はっきりとは言いませんけど、今度のチャートリーはまあ来てた方がいいかも。里奈推しじゃなくてもね、チャートリー、あ、ごめんなさい、普通に話しちゃった。普通のチャートリーのファンの方も来てた方がいいかも。これはほじってないからね、ここだから、これはまだほじってないですから。これはほじってないからね、勘違いしないでね。
来てた方がいいです。ほいで、8月21日のりねちゃんからのお願い、8月21日の四国と何この口何かこの口四国とチャートリー、四国とマイカーの水曜日にある8月21日の対バン、もしよかったら開けててほしいな。理由ははっきり言えないけど、まだメンバー発表されてないから何とも言えないんだけど、8月21日の水曜日、平日なんだけどさ、マイカーと勝手に四国観光大使のやつ待ってるな。私は今日それを知りました。正直問題、今日花だれ公演前に知って、やばい、ガチで頑張らんとってなりました。応援してください。あー、2週間もあるかな、もうマジでちょ頑張りますんでとか言ってたらもうバレちゃうんですけどね。まあぜひ、多分近々詳細だって、さすがメンバー公開するじゃん、だから待っててほしい。でも私ははっきり言ってませんよ、メンバーはね。でも開けててほしいなっていう匂わせはしときます。フラペチーノハートありがとう、開けててほしいなっていう話です。チャートリー、ゆりちゃんハートありがとう、こんばんは、もちろん言いに行きます、今度のチャートリーシャーやったし、楽しみです、楽しみです。いや両方は出ません。なんでかっていうと、私は次のチャートリーが最後なんですよ。次のチャートリー公演、8月8日のチャートリー公演が最後なんですよ。それは言ってもいいというとか言います。だから最後のチャートリー公演になるんですね、私の。研究生時代からね、ずっとチャートリーチャーミングトリップでしたけど、最後になるので。で、私秋かと思いよったんよ、その新体制のさ、わかる、なんかマイカーのやつでも、なんか意外と結構、早くて、チャートリーが最後っていうのも本当に最近知らされて、え、意外と早いみたいな、もっと秋までチャートリーで入れるんかと思いよったんですよ、私マジで。だから次のチャートリーで最後、早くないって思って、で理由も聞かされてなくて、なんでだろうと思って、今日詳細が発表されて、あ、わかりました、そういうことですね、じゃあ頑張りますという感じです。だから8月8日、8月8日のチャートリーで最後なんで、8月21日のマイカー公演お願いします。誰が出るか言わないけどね。だからほんまに結構売れっ子スケジュール売れっ子スケジュール、売れっ子スケジュールなんです。だから8月お盆とか言っとられんって思って、マジで今日から頑張らなければやばい。普通にまだ私チャートリの瀬取りのキス待ちもまだ一回もやったことないんですよ。前回の南さんの卒業のやつで初めて初日だったんですね、あの新体新公演のチャートリー、新しいセドリーので、南さんのやつでキス待ちはやらなくて、まだキス待ちもやったことないし、最初で最後のキス待ちなんです。だから私のあの、すみません、わかります、あのセリフ、あれも聞けるのが最初で最後なんですよ。なんだか分からんけど、うん、頑張ります、応援してください、応援してください。首が座ってない首が座ってないなこれ重たくて重たくて、見てこれヘッドホンスタジオかな、こんなことしてこれスタジオポーズやん、これ首が座ってないんかも。
イラツグくん、クラゲありがとう、二度見ハートありがとう。8月ぜひ来てください。マイカ開けててほしいな。くん結婚して、すいません。うんのありがとう。まっちゃんハートありがとう。チャートで寂しくなる、寂しくなりますか。そんなこと言ってそんなこと言って、チャートに私が抜けるからブリブリなんていうの、やべえやつがいなくなるジャーキーだるまありがとう。マイカはどんなんかな。ジャーキーフルーツポンチありがとう。うまい、うまい。オノピーハートありがとう。ゆいちくんハートありがとう。なんか YouTube でさ、サンフランシスコにあるさ、なんかまたホラーの話なんですけどサンフランシスコにある人形島っていう、アメリカが世界何都市で絶対行ってはいけないって言ってるガチの怖い、絶対行くな、にほんまに行くもんじゃないって、なんか登録してるサンフランシスコに人形島っていう、もうめっちゃ幽霊がやばいところがいるらしくて、その動画を見て私気分が悪くなっちゃったの昨日の夜気分悪くなっちゃった。いやマジでホラー見すぎるとマジで良くないって言うけど、初めて動画見て気持ち悪くなった人形島でも今日朝からなんか幽霊インタビュー見てきました。また裏飯やーって言って驚かすことはあるのかみたいな幽霊インタビュー見てきた。いやあれ見ない方がいい、マジでグロい、あのサンフランシスコの人形島のやつガチ怖い、気持ち悪いよ、怖い。なんかでもちょっとおもろいなんか人形島にある人形をなんか座ってて、なんかその YouTuber の人がしたら人形が消えたんですよ急に。でマンゴー、一緒に置いてあったマンゴーとかもなくなって、もしかしたらその人形がマンゴーを食べてあの消え去った説が出て、めっちゃおもろかった。ちょくちょくおもろいが入ってくる。チャートに最善、よっしゃー、チャートに最善近っ楽しみ、楽しみです。チャートに最善、断って生きていけない、断ってないよ。だって直接会った時にさ言いたいじゃん、みんなの前で言ったら意味ないからね。直接会った時に言うために断ってるだけですから、結婚は。今日いると悲しい発表かと思って勘違いしてしまう。悲しい発表じゃないよいつくんハート、ルッチバラコンテンツありがとう。ゆいちくん、ルッチもありがとう。やつぐくんかわいいありがとう。みどみハート、やつぐくんハート、クラゲありがとう。頑張りますわ、ほんまに、ほんまに、ほんまに頑張りますわ。8月の夜、前は広げるか減り道に踏んだハリス残して、ルル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 ルフフ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 
こんにちは。なんかさっきクーラーをマックスにつけてたのにもう1にしたんですよ。なんかクーラーマックスにしてたらゴーって聞こえるし、多分配信みんなになんか何の音って多分絶対聞かれるから1にしたんです。暑すぎて熱中症になりそう。こんにちは。暑すぎてマジでやばいかも。やいにマンゴー、いやマジで本当にそういう系じゃないよ。マジでやばいんよ。一緒に置いてあったマンゴーが消えたんよ急に。で人形も消えたんよ急に。事件その女の子の女の子の人形がマンゴーを食って逃げたかもしれんちょくちょくおもろいのが入ってくる。訴えのより誰もいない。え、言ってたよね、怖いって思って。大丈夫だよそれは。梅バラの凍ったやつありがとう。あのさ皆さんちょっと告知なんですけど、もしよかったらインスタグラムフォローしてない方はぜひフォローしてください。理由はなんかインスタのフォロワーが結構停滞中いやなんか今年1万人行きたいんですよね。今年あと少しで1万人、あと少しではないけど、もしよかったらインスタグラムフォローしてください。最近結構投稿頑張ってるんですよ。で、あの投稿だけじゃなくてストーリーとかもめちゃめちゃ載せてるし、インスタの DM とかも結構見てるので、もしよかったらフォローしてください。お願いします。拡散してください。お友達とかにフォローしてって、もし1万人いったらなんかコメント返信するかも、インスタで。インスタの投稿にコメント、もしよかったらしてね。かわいいとかあーとかうーとかでもいいのでお願いします。お願いします。お願いします。マッシュルーム、最近あちあち問題。いやガチで暑い。なんかもう暑すぎて汗が出る。私も扇風機ないと死んでしまうんですよね。あの小型扇風機、あのインスタ載せてた、あれないとほんまに死ぬ。あれさないとマジで終わるわ。しかも今日なんて長袖でお外出てもうほんまにゲバ吐くかと思った。暑すぎて、怖すぎて夜しか眠れん。いやほんまにそうですよ。いやなんかでも私なんかそんなあんま気にしないかもしれない。うん、あんま気にせん、慣れた。今日じえぐい、結婚してください。やったー、褒めてもらえた。かずいクラゲありがとう。なんかさ、ほんまここら辺だったよ。でもここ来たらさ、クマやん。だからさ、一生懸命グッグッグッって下げてさ、クラゲにしたんですよ。で、ぶっ潰して。一生懸命、ここら、ほんまにここら辺だったんよ。ほんまにグッグッグッって下げて、横ら辺にして頑張ったんです。この努力認めてください、私の。もう本当に認めて、頑張って下げたんです。頑張って本当に下げたんですよ。ここら辺まであったんですけどね。頑張った、頑張った、頑張った、頑張ったのでほめて。すぎぞだるまありがとう。行きまーし、え、お願いしまーし、お願いしまーしお願いしまーしよ、ほんまに頼みました。マジでインスタぜひ拡散してください。りえちゃんのことフォローしてってストーリーでいっぱいメンションしてください。お願いします。ちょっとメンション見に行く。ほんまにほんまに、あのフォロワー停滞中で、あのフォローしてください。お願いします。ほんまにほんまにめちゃくちゃ
ほんまにめちゃくちゃフォロワーはい停滞しています。お願いします、お願いします。一人増えてる、一人増えてるの状況です。ほんまに可愛いトークたくさんしてるんですけど、ちょっと難しそうで、いっぱいコメントしてくれたら多分おすすめとかに乗る可能性もあるかもしれないので、よかったらコメント、最新の投稿にたくさんコメントしてください。お願いします。日焼け対策もしないといけないの辛そう。え、ほんまにそう。なんかもう日傘もさす、でも日傘なしで生きていけないので日傘はあり、日傘はあり必ず。でもほんまに暑すぎて大変なんだよね。ゆうたんへの愛情が熱すぎてごめんね、ごめんね、君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ、熱っ、熱すぎて幸せな暑さですね。だからこんな暑いのかな最近マジで。地球サウナ、あかりんさんのツイート、ほんまに共感しました。今この顔めっちゃいいとこにそっくりだった、めっちゃ親戚にそっくり、この顔、これめっちゃ親戚にそっくりなんやけど、めっちゃ似とる、これめっちゃ親戚に似てるわこの顔、やばやば。こんにちは。その服、この服はね、あのキャスパーっていうねやつだよ。あ、これキャスパーかな、これ、あ、キャスパー、あ、これキャスパーですね。なんかミルクボーイの、ミルクボーイって私が大好きなブランドのやつなんですけど、ミルクボーイとコラボしたやつです。私こういうの大好きなんです。可愛いでしょ。あかりんさんなんかやってる、マジ？え、なんかさ今日見たんですけど、なんか X でなんかお外に食パンを置くだけでなんか丸焦げになってるみたいな、もうめっちゃびっくりして、なんかめっちゃパン焼けたみたいな X のポストを見てほんまにびっくりしました。はい、えっみたいなみたいな、焦りました。あ、キャスパーです、うん、入ってきた瞬間可愛すぎてビビった、シャー嬉しい。え、本当にやった。じゃあ好きってたくさん言ってください。好き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 、フライングゲーターブフレインゲーター僕は一人好きにフレインゲーター、今日踊りました、マイハさんセンターの、フレインゲーター僕は一人好き、今じゃ絵すぐ手に入れようか、カルカルフレインゲーター僕フレインゲーター僕と感じまもに感じまもり感じまもにニュールニュールフフ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 
いかも。アヒル溶けるやつ好き。あれめっちゃ好きや、私も。あれめっちゃ可愛いよね、アヒル溶けて。みたいな。あれマジ好きざます。あれガチ好き。めっちゃネイティブです。ケンくんハート。ありがとう。天才的なアイドル様。今日何食べた？好きな本は？遊びに行くならどこに行く？絶対アイドルやめないで。つるくん凍ったやつ、あれくまちゃんありがとう、ありがとう。車のボンネットの中でステーキ焼く動画、え、私見たことあるかもしれない。結構やばいよねあれ。あれさ大丈夫みたいな、ちょっと有害物質入ってないみたいな。あれ大丈夫なのかな。トシちゃんクラゲありがとう。ドゥ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 。岡山県からドンブラッコ、岡山県からドンブラッコ。行きます、岡山県からドンブラッコ。明日言おうかな、殺されるわ、やば、普通にやばい、うつ無理ね、本当に狂ったってマジで書かれる、みんなのポストに書かれちゃう。終わった後映画させてみたら、ゆめちゃん本当に狂ったってみんながポストしちゃうから、書いちゃうから、みんななんか実況してくれてるくない、みんななんかリネタン笑とか言っちゃ、嬉しい、意外と結構ポストしてくれてるよね、あれめっちゃ嬉しい。旧ツイッターで見た集合写真のリネちゃんかわいい、え、アートン、旧ツイッター、旧ツイッターって言い方珍しくない。いや私もツイッター派なんです、ツイッターってめっちゃ嬉しい。りえちゃんの笑顔めっちゃ元気になる、やった。やばい、嫌われちゃう、こんな顔してたら。これで元気になれます。思い出のほとんど、え、それのマジでやばかった、あれもうほんまに、なんかもうマジでマイハさんかわいい、素敵、ほんまに可愛かった。こんにちは、ずっと可愛かった。それって私のことかな。これで違ったら気まずい、全部私のことにしちゃおう。こんにちは、ふーたん、バラの凍ったやつ、ありがとう。としちゃん、だるま。サンキュー、ありがとう。こんにちは。ゆいちくん、ハート。ありがとう。としちゃん、クラゲ。ありがとう。ふくん、結婚して。やだよー。ありがとう。でもさ、それぐらい暑いってことだよね。だって私の基礎体温が35度なんですよ。なんか高校の時とか中学の時は36度とかだ、7分とか36度5分とかだったんですけど、なんかなぜか ST が入ってから基礎代謝とか温度が下がって35度が平均になったんですね。あ、高校は35度だ。中学から小学校は36度5分とかだったんですけど、高校入って35度とかになっちゃって、平均の体温がなんか
普通にさ最近さ36度とかさ34度とかあるじゃないですか。って考えると私の体温より高いんですよ、この今地球上はね。もうやばすぎだろう、もう絶対暑い、暑いんですよ、暑い。ライブも楽しくて汗が止まらなくて暑いって感じなんですけど、お外も暑いみたいな。でも同じ熱量でも同じ暑さでも全然違うんですよ。ファンの方の暑さは全然好きだって、みんなの二酸化炭素だからみんなの二酸化炭素だからね、同じ暑さでも。でも外の暑さは太陽の暑さだから暑くての、地球温暖化。だってめっちゃ大雨が降ったじゃないですか、ゲリラ豪雨みたいな、豪雨っていうかゲリラでめっちゃさ雨降ったじゃん。あれのおかげでさ打ち水っていうんですかね、なんか涼しくなったよね。なんで X でトレンドになってて、水なんか雨降った方が、雨降って止んだ方が涼しくねみたいな。いやなんか私その時になんか今日涼しいなと思ったんですよ。でお昼で夕方にお外出て、昼は雨出てなかったから絶対なんか雨降っちゃったけど、めっちゃ涼しかった台風で。今まぶた挟んだ。つるくんバラの凍ったやつありがとう、ありがとう。ふーたんバラの凍ったやつありがとう。としちゃんだるまありがとう。なあこハートありがとう。絶対アイドル最近、いやマジで本当に多いですよね。あやぱんと会った時もめっちゃ、あのあやぱんとソルビンを食べてた時もめっちゃ雨が降って、二人でえ怖いねみたいな、雷怖いみたいな感じで話してた雷鳴ってえどうするみたいな、雨めっちゃ降っとるやんけみたいな感じで、もうちら運いいんでお外、私たちがお外に出る頃にはもう止んでてみたいな。二人とも日傘を持ってたので日傘でどうにかなりました。丸福バラの氷ありがとう。東京は夕方にゲリラ豪雨でした。あら、なんか東京ゲリラ豪雨多くないですか。なんかだいたいトレンド X のトレンドゲリラ豪雨な気がする。俺と目だと体温上がる、あんま意識してないけど、まあ顔は赤くなっちゃうよね顔は赤くなっちゃうかも、あんま意識してないけどねりゅうちゃんうどんフルーツポンチありがとう。うまっ。なんかスタバの新作でソーダとパイナップルのやつ出ますよね。本当に次の8月21日のマイカーと四国の対バンの日開けててください。まだメンバー紹介してないけど、リマインド、誰が出るとははっきり言えないんですけど、次のチャートリが最後ってことは、そして次の8月21日水曜日のマイカーと四国の対バン開けててねって私が言ってるってことは、もしかしたらあれ、お願いします開けててくださいね。私がマイカーの宣伝をするってことは初めて、もしかしてみたいないやマジでほんまに頑張らんとやばいよ。2週間もあるかな、1週間ぐらい、なんか普通にマジ今日知らされて頑張ります、超楽しみなんです。
曲を覚えるところから始めなきゃいけない。あやぱんとの話聞きたかった。あやぱんとの話、もうあやぱんといっぱいイチャイチしました。もうマジでもう運命共同体なんです。あやぱんと私はファンの人に負けないぐらい。でもなんか多分みんなが思ってる以上に私とあやぱんの絆マジでやばくて、なんかもうほんまに話すっていうか話すなんか話せないぐらい深い話まで掘ってて、そう話せないっていうか皆さんに言えないぐらい深い話掘ってて二人でね。だからマジでうちらもうほんまにやばいんすよ。いやマジであやぱんもなんか森音ちゃんにしか言ってないとかって言ってくれたりとか言ってくれたりとかする話もあって、お互いほんまに秘密なトークをたくさんしてて、お互い秘密を抱えてるんですよ。だからマジであやぱんみたいな、そうあやぱん、うん、ソルビンうまかったなマジで。なんか東京にもソルビンあるらしいけど、あやぱんとソルビン食べたいからまた天神のソルビン行きたいっすね。福岡大好きな街、飯うまい、猫ちゃんいる、たくさん、あやぱんがいる。まあこちらも両思いなんですけどね。うんまあそうだと思いますけどね。そうだけど、まあ一旦置いといて私の方がマウントの取り合いということでもういいじゃん、一緒に会えそうよ、一緒でいいやん、一緒に好きでいいやん、もうそんな一緒に好きでいようよ。あやぱんはみんなのものだからさ。優待あるやつカラオケ入ったんか。そうなん？優待離脱ってこと？え、あれ歌いたいよね。あれめっちゃ好き。レンタンフラストレーション見れるかな。え、楽しみにしててください。もうほんまに楽しみにしててください。ゆういちくんファイト、ありがとう、頑張ります、応援してください。だからマジ真剣モードうちに入りますよ。過去にねチャートリー公演でね一度もね初日でチャートリーの初日でチャーミングトリップ、違うリトルチャーミングトリップから私がチャートリーに移行するときに初日だったんですけど、2週間待ったかな、1週間か1週間前に送られてきて、2週間かな、レッスンも一度もなくて前日に全部合わせてみたいなすごいやばかった時があって、そんな感じなんですよ。だからそれをめっちゃ頑張って、もうほんまに全曲覚えてみたいな、立ち位置もみたいな、もうマジやばくてみたいな、でも大成功したんですね初日は、頑張って。だからそれを乗り越えたから私は無敵だと思ってますマジで。今やってあげた、当選しましたね、イエーイ、嬉しい、嬉しすぎて首が座らない。当たれ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 、はい当たれ。え、でも聞いて、私推し、私のこと好きでいてくれたらマジで当たるんですよ。私なんかマジやばくて、私マジで私のことを、私も話し会来たりとか、私のこと好きでいてくれたらマジで当たるんですよ。え、よねめっちゃ推しさん、私のさ、私さ、最前とかに行くんよ、マジで。なんかマジチケット絶対当たるし、みたい。え、マジで当たるけん。え、めっちゃ推しさんわかるでしょ、結構みんなさ、チケット当たる、取るくない、私のこと。あ、最前とか全然あるじゃん。マジでめっちゃ、やばくない、私の後悔で、私のこと、なんかマジで、ほんまに、なんかマジで普通に競馬当たった、みたいな。え、全然マジそういうことあるんで、宝くじ当たってマジでやばいけん、ほんまに。私が祈りっていう儀式をやってて、その祈りの儀式をやることによってマジで当たるみたいな。当たる、絶対当たります、しかも最善です、マジで当たるけん。え、ガチやばいよね、え、よね、ガチで当たるんよ、ほんまにこれ嘘じゃないよ、受験マジで当たると思います。
ねるねるねるねってスタバやったっけ。いや食べてないよ、ファミマです。え、ねるねるねるねって飲みたいんですよね、ファミマ。ねる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 ねって飲みたいんです。ちょっとほんまにほんまに飲みたくて、ねるねるねるねリツイートしたんですよ。マジでうまそう、あれ。宝くじ当選祈願、え、いいですよ、宝くじ当たりますように。じゃあもし宝くじ当たったらそのお金で私の話が生きてお礼としてね、お礼として私の話が100枚ぜひお願いします。私の話が生きてね、お願い。でも来てくれたらその分思い出も作れるからね、お礼としてね。感謝の気持ちがないとねこっちもねちゃんとパワーを与えてるんで。でマジで当たるっていう、マジ効果やばい。最善当たったりします。え、マジそう、最善だから。リネちゃんおじさん結構最善いるんですよいつも。今日もリネちゃんおじさん結構最善いました。いやほんまにガチでガチでほんまに苦しいじゃないよ。今日も最善いた、割と。この前リコチの生誕祭最前列真ん中でしょ。ガチやばいけん、ほんまにやばいけんね。レイちゃんがナイトクジで当選できて、マジやばいでしょイエイ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 。ガチでやばいんですよ私のお祈りは。チケット当たりたいの DD やめます。いやほんまにやめた方がいいで、みんなだけ見ときなもし逆再善とかだとしても私は絶対に見つけてレシを送ったりしてるので、 その分ねいっぱい挑戦しよう。でさくらのふくん、ふくん結婚して。はい、ちょっとまあちょっとはい考えてきます。ありがとう。リチ君ファイトありがとう、頑張ります。泣いちゃう、嬉しすぎて。唇に触れたの柔らかいやほんど。マネ服、これなんて読むんだろう。ガン服、なんて読むんですか、このなんとかアイドルに似た、これなんて読むんですか。金服、金服は明太子が金服は明太子か金服は明太子だ。これなんて読むんだろう。邪念、なにこれ。あ、これなんか前にメール送ってきた。邪念あると発言します。大丈夫だよ。金服、これなんて読むんだろう。全部ぶっ込んで笑福、あ、笑福か。笑福ってどういう意味なんですか。招く幸せみたいな。やばい、超ハート綺麗、めっちゃハート綺麗じゃね。私うまハート作るのやばい、これうますぎやろ。え、やばくない、めっちゃうまい。ガチハート作るのうますぎ、やばいってハート作るのうまい、びっくりした今。かわいすぎこのハート、にこれやばい、これでクッキー作れるやん、うまっ。ルルンルンルルン、なんか私スカートのチャックを開けたまま出ててやばかったんです。今日2回退出したんですよ、ヘタレたちの時に。1回目はスカートのチャックを開けててやばいと思って
急いで履けたんですね。でチャック閉めて戻ったんです。そしたらまた今度あのチャック閉める時にフックを閉めるの忘れてて、今度はフックを閉め直してみたいな、なんかもう今日 2回も退出したんです、ヘタレたちを。で私前回のハンドル公演、前回じゃないめっちゃ前のハンドル公演もチャック閉め開けてて、スタッフさんにやばい前回前回って言って直せ直せって言って履けたんですけど、割とチャック開けてるもん、傷もうほんまにやばくてガチ汗汗って感じだから、明日はチャック開けてないように気をつけます。そう2回も履けたんですよ、ガチ汗やばいっつって。こんにちは、チャックもうほんまに気をつけなきゃ。でも裏生地があるからチャックが開いてても全然変なものは見えないからね、期待するだけ無駄ですけど期待するだけ無駄ですけどね、ちゃんとね隠すものは履いてるので配信で確認しなくていい配信で確認しなくていいです。したとていいものは得られませんよ期待してるものは得られないからねこんにちは、チャックジェックチャックジェック、オノピーハートをたくさんありがとう。え見てハート1234つも作った、すごいでしょ、見てハート4つも作ってる、1234、これさツーショットで撮りたいってさ言いたかったけどさ、ツーショットもうないんやん、つらい、次のえつらい、ツーショットないんやんけ、1234つらすげー、この前のおかれで最後だった、次のシングル前ないってこと、つらっ、このハートやりたかったな。岩尾くんハートありがとう、サンキュー、ありがとうございます。みーやんハートありがとう、たっくん好き好きビームバッキャーンありがとうございます。グッサンハート、いろんなハートしよう、猫耳ハート見て、猫耳ハートありがとう、ねねねねね、今日コーヒー2杯も飲んでしまった、ブラック。ゆいちくん小判ありがとう、おすじくんいいねありがとう、パスかけてもレスってくる、バーンキャーバーンキャー船イベントの時できるかな、わかんない、わかんない、撮影タイムがあったら、あったら撮れるかな、てかリリーベ参加したいです、私もリリーベ参加してグループショットで撮りたい、グループショットのねポーズでいろいろ考えてるんだけどね、リリーベなんか全然出る予感がしないからもう諦めてます、私もう本当にリリーベ出たいな、握手したいしさ、みんなと早くグルショとか撮りたいんだけど、いろんなポーズやろうとかって考えて妄想してるんです、こうやって手を握ったり、めっちゃごめん、広島買い増しした分入金すっかり忘れてた、あのさ入金し忘れた、じゃあその日朝一に広島来てください、
当日券あるかもしれないので来てお願いお願い、入金忘れててもさ来てね。分かったあ、やった。じゃあその2枚分とめっちゃ当日券があったらそれで思い出作ろう。嬉しい、なんか2枚広島まで来てくれてありがとうね。もうそれだけで嬉しい、感謝、本当にありがとうございます。めっちゃ気をつけて。なんかでもなんか姉ちゃんおじさんって公園とか、姉ちゃんおじさんって瀬戸内より関東の人とかめっちゃ多い気がする。マジでありがとうね皆さん。なんか関東とかなんか九州とか結構まばら、新潟とか結構まばらで多くて、そうめっちゃマジでありがとうございます。広島じゃない方めっちゃ多いよね。瀬戸内じゃない方めっちゃ多い。みーたん通所したい、それな私と通所、どんなポーズしたい、私と通所撮るなら。どんなポーズしたい、姉ちゃんとグルシマアクションしたい、それな。もうマジでしたい、私もにぎにぎしたい、みんなの手触れてみたい。でもその分触れて、初めて触れた時に感動が大きいかもしれない。リネたん、リネの手ってこんなんなんだみたいなリネ、リネリネリネ見てましたけど、リネちゃん可愛かったですね、天才ですね。もっと言ってもっともっと言ってもっともっと言ってお願い嬉しい、マジでモチベになる、ありがとう、見てくれててありがとうね。私のことが好きだから見てるってこと。ようくんハートありがとう。あ、今のハート下手だった、こうなってた。ハート上手くなりたい。通所したいっすよね。通所ポーズ、全然任せてください。私結構通所ポーズ任せられること多いんですよ。手押し車、手押し車、確かに握手はね許されるかも。なんかめっちゃ出てきたよ、出てきたよ、出てきたよ。な、何これ、もう入れろ。違う、お疲れ様です、お疲れ様です。マジファミマオツファミマのさ、あのねるねるねるねのさドリンク飲みたいんですけど、あれ飲んだら教えてね。私今日ファミマ行こうとしたけどやめました、セブンにしました、コーヒー飲みました。栃木行きたい、栃木行きたいな。一緒に行けないけど、うん、だからいいね。自分にまたをねえねえねえのドリンクあるんか。そう、ねえねえねえのドリンクは、ねえ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 のドリンクは、あの私がリツイートしたんですけど、私がリツイートした私の X を見てください、私の公式 X を見てください。そうしましたら、私があのリツイートしたねえねえねえのリポスト、リポストしたねえねえねえのドリンクあります。サイジカルかわいい、ありがとう。ゆかちゃんハートありがとう。ニョッキンミルンさんかわいい、
ありがとう。まだ取れない。どうよ。セブン、ローソン。ケンタッキー。適当に。ケンタッキー。紫スポーツ。ガソリンスタンド。ゲオ。チタヤ。タワレコ。HMV。ジム。税理所。スーパー、ショッピングモール、アパレル、銀行、郵便局、病院屋さん、皮膚科屋さん、眼科屋さん、リゲのメンタルケア屋さん。私のメンタルケア屋さんだ。ファミマ入店するときの音好き。あれでしょ？バー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 でしょ？ファミマの焼き鳥すげえうまいでしょ？ファミマの焼き鳥すげえうまい。食ったことないけど。食ったことないけどね。ファミマの焼き鳥食ったことないな私。東京公演、え、ないですね。東京で公演する予定、東京で公演する予定はないけど、来年東京でツアーやりますよ。8周年ツアー。いファミマの焼き鳥すげえうまい。行く前代可愛い写真見に入れなかった。やっちゃー、もう私の写真に釣られた。ねえねえねるねじゃなくて、飲んでみたいな。指相撲、指相撲できるんだ。でんのだるま、ありがとう。オノピーハート、ありがとう。175馬力のトラックさん、馬力クラゲ、ありがとう。私今日クラゲ編なんですよ。ファミマの焼き鳥すげえうまい。やばい、頭から離れん。え、そんな歌詞、え、わかんない。わからん、適当。でもこの CM なかったっけ。ルカちゃん、デルマありがとう。ユッキーミルンさん、フルーツポンチ。やばい、カエルくすぎる。ありがとう、うまい。これかわいいよね、このギュート。このピーハート、ありがとう。皆さん、そういえば8月始まりますよ。あ、リングライト消えた。やだ、消えないで。私リングライトがないと漏れないから。そういや、私明日で8月になりますけど、やばくない？もう終わるやん今年。早すぎやろ、早すぎやろ。情緒不安定かな。早すぎやろ。明日から8月とかありえないから。1年早すぎでしょ、ありえないっつーの。ガチやばい、明日から8月か。正気じゃねえな、正気じゃねえよ、ほんまに早すぎて。10年後にまた今日さ、眉毛さ、がめっちゃもう前パッチンでずっと放置してて、ずっとなんか眉毛サロンに行こうと思ってずっと放置してて、ずっと伸ばしてたんですけど、なんか最近前髪が薄くなってきて、このわかる？
ちょっと垢抜けたくて横に避けてたらカットしたりね、ちょっとシースルーっぽくなって可愛くなったんですよ。で今日はあまりにも前髪がこんなんか韓国っぽくてシースルーっぽくかったから、さすがにバレると思って頑張って整えたんです。眉毛かわいいよー、シャーイエイイエイイエイ、ありがとうございます、嬉しいよ。8月あやぱんね誕生日ですよ。8月の夜の灰の病か平均だった灰すのこして8月の夜とかもうめっちゃ爆音で歌ったらメンバーに笑われた。サイサイさんの曲大好き大好き、サイさんの曲大好き、また君にまた君に会える理由ずっと探してるの、急に姿を歌うのを罪外ってかたかしても邪魔し、僕はこの人を歌うと時が感じちゃうから、なんでこの思いは見つかってくれれば失くしたこの歌を歌う、 Oh baby, oh baby, いつでも次でも、かずいバラの凍ったやつありがとう。誕生日ね早いんですよ本当。早いよね。かゆ。もともとファミマでバイトしてたけど、知らん。ファミマの焼き鳥すげえうまい。こんにちは。どこ行ったら会えますか？どこ行ったら会える？私はアイドルなのでライブとかもあるんですよ。ライブとかもん？何これ、なんかちょっと待ってよ。ライブとかもあるんですけど、今度でもライブ、直近のライブは8月8日に広島クラブクアトロでチャーミングトリップっていう私のユニットの最後のライブがあるんですね。でまだチケットを発売してます。そのライブと次8月21日に初めてユニットのマイカーっていうので、もしかしたら私が出るかもしれない、これは言えない、はっきりとは言えないんですけど、 あって、でもし私と個人的に話したいとか、りねちゃん生で見て近くで話したいとか、りねちゃんなんかとめとめ会いたいなみたいな場合は、なんとお話し会というものを、私はっていうか、この今ファーストアルバム発売してて、 STU48 のそのアルバムのイベントで広島で縁日があったりとか、大阪、まあ東京終わっちゃったんですけど、東京と次は広島で今月お話し会があって、でその受付は終わっちゃったんですけど、もしかしたら当日券があるかもしれないんで、この当日券で会いに来ることは可能です。でそのお話し会が8月11日で、12日と12日の広島であって、で今度大阪が12月8日にインテックス大阪でサイン会があるんですよ。でそれはお話し会、私と直接お話もできるし、私がサインしたやつを持って帰ることもできます、サイン会があって。でもしなかなか会えないよとか、なかなか遠征難しいとか、お仕事が難しくてって方は、オンラインお話し会って言って私とビデオ通話ができる機会があって、そのオンラインお話し会が8月31日のオンラインお話し会もあるし、9月23日、10月27日、11月30日とか、まだまだいっぱいあるんですね。
だからなかなか遠征難しいとかはぜひオンラインとか待ってます。でこの下の URL から飛びます。私がこの下のところにリンク貼ってあるので、もしよかったらチェックしてみてください。で今は再販が、お話し会の再販っていう受付が始まってないんですけど、多分また始まるので、その再販が始まったらまた X とか Instagram で告知をするので、もしよかったら私の X と Instagram をフォローしてくださると お願いします。はい、そう結構チャンスあるんですよ。しかもね、あの今花は誰のもの公演っていう公演をやってるんですけど、 STU48 のまた秋ぐらいに新公演が始まるんですよ。でその新公演でも多分会えると思うし、結構チャンスあるんですけど、お話し会のチャンスはまあ少なくて、そう公演来たら、まあ、絶対にお話し会でれいちゃんと話したいって方も多いし、お話し会来たらまた次のお話し会来たいっていう方もあるので、秋か分かんないです。一応秋とかにしてる私が適当に。でも多分近々じゃない？ そんなまだレッスン始まってないけど、まだ瀬戸にも来てないし、10月ぐらいかなって言ってる。そうでもお話し会ぜひ、お話し会とかだと多分お互いのこと知れるし、そう1対1で話す、ゆっくり話せるので、もしよかったら待ってます。普通のシングルよりアルバムの方がちょっと長いんですよ、1枚買って話せる。だからぜひ話しましょう。でも普通にこの配信で来てくれたりとか、まあ、DM とかインスタとか送ってくれたら、送っても見ますんで、 X とかリプ返してくれたりとかしてくれたら見ますんで、ぜひありがとうございます。嬉しい。ニョキミルンハートありがとう。小学園行きたい気持ち、とまでタイミング見つけたい。確かに花垂れ公演もさ、多分もうちょっと、だって新公演が始まるってなると花垂れは多分終わるから、いつなんだろうな。まだありそう。でも花垂れ公演、結婚目的はぜひお話し会に来てください。お話し会とか、まあ、お話し会に限らず、まあ、こういう配信とか公演とか来て、いっぱい私、まあ、いろんなジャンルで私が告知したものは必ず必ずではないけど、結婚ですからね、結婚は結構ね大きいからね、はい、たくさん徐々に思い出を作っていきましょう。それみたいに東京公演ね、東京公演あったらいいよね。暑っ、やばい、暑すぎ、汗かいてきた、ほら汗、ほら落とし汗、暑い、長袖やし、しかもクーラー1しかつけてない。マサッチクラゲありがとう、サンキュー。雪見るバラありがとう。ファミマの駐車場配信見てるファミマで見てる。ファミマの焼き鳥すげえうまい、あれいいよね。ピースケハートありがとう。ゼッチバラの凍ったやつありがとう、ハートもありがとう。またね、東京でね公演したい。あと台湾とかも出たいし、フェスとかも出たい。台湾大好き、台湾も出たいしフェスも。今年さ関ヶ原さ STU 出なかったよね。毎年関ヶ原出とんのにさ、今年出んかったよね。なんかなんでなんやろ、なんかあったっけ関ヶ原の日。なんか関ヶ原さ毎年出てたよね STU。 なんで出なかったんだ。チャートリーだけでも出とったくない、なんか STU 自体出んくて。その汗ちょうだい。
ずかしい。なんか公園とかぶっとった、なんかあったよ多分。縁日ってプロポーズできるぐらいの時間ある？わかんない、君次第やな君次第やな。カフェラテ飲みたいな。カフェラテ飲みたい。なんかマジでコーヒーって結構依存性がある。うまい、なんかもうコーヒーやばい。でも福フェス出ます。フェスで思い出したけど、福フェス出ますよ。そういえばあかりんさん、香川県である福フェス出ますので、福フェス出ますよ。初めて新鮮市場木村ガールズとして出ますので。ブラックコーヒーも飲んだし、カフェラテも飲んだ。今日のラテ、今日のラテやろっかな。なんかノアピーの写真を撮ってるやつをちょうど目の前で目撃してて、私その時ブラックコーヒー飲んでたんですよ。セブンのアイスコーヒー飲んでて、今日のラテ、今日のラテ、架空ラテ、今日のラテ、私ね胃を見せたら今日のラテかも。胃の中にラテが入ってる。ブラックコーヒーとラテ入ってるからな。私のお腹見せたら今日のラテかも。過激派の今日ラテ、過激派今日ラテはお腹を見せる。絶対しないけど。ブラックコーヒー飲めます。てか8月毎日朝はブラックコーヒー飲もうって宣言決めました。今日から福フェス行くよ。やったー、しゃ福フェス楽しみ。やったー、モチベ。福フェスね、一応なんとか考えてる。福フェス超楽しみです。なんか STU だけじゃなくてロックの方とかも来る、バンドのこととか、あと他のアイドルさんチームも来る。今日ラテお願い。分かった、じゃあ送るわ、またメールで。今日のラテ、僕に依存してコーヒーを送る。そんなん得にしてますよ、作っててそんなん得にしてますけど。ソロ対バン、ソロ対バンやば。ソロ対バン何する？ソロで対バン。ゆきめなちゃんハートありがとう。ソロ対バンはアロハダンス踊る。なんかこの髪型でさ、こんなことしてたらさ、なんか首が座ってない首座ってない女みたいになって、あーずっと足曲げてるから痛い。あ、やばい、私の眉毛がないことがバレる。気のせいかな、夏のせいかな。めっちゃ噛まれたんやけど、怖いぐらい。何これ、なんかめっちゃ、やばい、8月の夜止まらん、永遠と歌える。もうマジで500回ぐらい聴いてくるけん、ずっと聴いてますけど。思い切り1回でかい声出すから、あーん、驚き止まらなかったぜ。あーごめんなさい、びっくりさせて。じゃあ次は静かな声で話しましょう。
デュフデュフ静かな声で話しましょう二人で。ほんまにごめんなさい。嬉しくなったらテンション上がって声でかくなっちゃうんですよ。でもね、私あやっぱに言われたけど元の声がでかいんですよね。結構夢の中までリネタン出てくるぐらいガチに待ってて困る。え、どんな夢見たんですか。え、夢出てきたっていう結構言われたら嬉しいよ私。そんな考えてくれてるのってなるよね。でも私もたまにファンの人で出てくるよ。なんかえ、ファンの人出てきたって嬉しいよ。眉毛、眉毛、私いや眉毛ねちゃんとめっちゃ生やしてたんですよ。でも今日は整えたんです。さすがに藤井聡太さん、クッシュ藤井聡太のショートランニング、足痛っ。藤井聡太のショートランニング、こそ藤井聡太のショートランニング、みーちゃん今日もかわいかった、ラブ。え、嬉しいざます、アートン、ありがとうございます、嬉しい。どこがどうかわいかった。どこがどうかわいかった、教えてください。藤井聡太さん、キス藤井聡太のショートランニング、マジでモノマネうまいよね私、やばい。キス藤井聡太のショートランニング、うまっ、もうマジそっくり、ガチでやばい、うますぎて、はあ、何でもできちゃう、困った女の子。これ出てきた？そんなことみんなの前で言えるわけないじゃないですか、秘密のお話。個人的にりえちゃんのお見送り一人目多いから印象残ってる。マジ？いや一人目とかじゃなくてもね、印象残るぐらいね幸せにしますけど。え、嬉しい。でもなんか印象残ってて嬉しい。君の頭に焼き付けちゃうから。気のせいかな、なぜせいかな、君と同じ世界を、やばい、もうほんまに500回ぐらい聞いとんよマジで夜中に。ずっと聞いてた。今日もう配信始まる前に3回ぐらいループしてよ。君の好きなところ、変な癖があるところ、無表情なのにぎゅっと上に上がることも。マーシー結婚して、やだよ、ありがとう。たっくん結婚して、まあちょっといろいろと事情があってちょっと考えておきます。何の事情。8月の夜めっちゃ好き。え、一緒、マジでいいよね、サイサイガチで、もうマジ大好きザマス、サイサイマジ好き。サーリーサーリー、はじけてもっと甘く熟して、私を愛してチェリチェリポン、私がその気にさせたら何かを通し割りつけたいで、アロハダンスコール、アロハダンスでコール、言いたいことがあるんだよ、やっぱりニネは可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、俺はリネに出会うため、わからん、ちょっとわからん、誰か代弁よろしく、代弁ちゃん、代弁ってなんの、うんちの代弁じゃないから、私とうんちの代弁じゃないからみたいな、誰もうんちとか聞いてないよってお話、ごめんなさいね、誰か代弁よろしく、私が生まれてきた理由みたいな、
言いたいことがあるんだよ、やっぱりお前は可愛いよやばい、アロハダンスでやばいだろ。イエーイタイガー、イエーイタイガーファイヤー、あーイエーイ、あーよっしゃ行くぞあーよっしゃ行くぞ、これアロハダンスね、アロハダンスのコール、あーよっしゃ行くぞ、トーラジー心臓、心臓じゃない、わからん、腎臓、せい、あま、かせ、とび、じょう、じゃ、状況、あ、消えるなリングライト。聞いて、暗い顔しないで、前を向くのかはい、つきました。あ、待って、やりたい。エグスペクトパトローナー。わかんないんですよ、私もうコール覚えられなくて、なんか歌詞とかに入ってる覚えれるかも。サイバー、サイバーって言ってんの、サイバーってさバンバンじゃない、サイバー、サイバー攻撃みたいな、大丈夫、サイバーなくって言ってサイバーなくってんだから、初めて知った。サジカルハート、ありがとう、かわいい、シャー、ありがとうございます。みんなクラゲヘア好きなのかな、なんか今日異常にかわいいって言ってもらえる、嬉しい。私はちょろいのでマジで、あのかわいいって言われたら一生クラゲヘアしますけど一生クラゲヘアしますよ、マジちょろいからな、私明日もしちゃおうかなみたいな。代弁、うん、そう、代弁してください。スカレン作れるための楽しみ、やった、明日も会えるってこと、嬉しいな、嬉しいな、ありがとうございますとか言ってたら、初めて見たファンの人ってか初めて見た方は正気かよこいつって思ってたよね。普段はそんなことしません、これネタでやってますからね、嬉しいなみたいな、こんなぶりつくのねフェイちゃんずっとみんなにお手手フリフリしてすごい、え、嬉しい、だってありがとう伝えたいんだもん嬉しい、優しい、ありがとうございます、幸せって思い出で帰ってほしいから、私なりの感謝の気持ち。ふうくん結婚してさせてください、このこのマークで、言葉には言いません、これでありがとう。印象に残るもの、公園行ってで、リネちゃんしか見てないで、リネちゃんしか覚えてないよな、え、嬉しい、かわいい、一生それでよろしくお願いします、一生よろしくお願いします。おやすみクラゲタン、え、おやすみクラゲタン、嬉しい、おやすみクラゲタン、今日クラゲしてるから、おやすみなさい、おやすみなサイリウム、おやすみなサイバー攻撃、やばい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 、え、これねシナモンくんつけてるの可愛いでしょ、ビューラー、なんかメンバーみんなビューラー持ってるから、じゃけんマジで誰がどのビューラーか分かんなくなるからこれつけてます、私の大好きなシナモンくん、うめバラのこてつてきゅー、リネちゃんグッドナイト、え、グッナイ、おやすみ、 I'm sleepy How are you? I'm fine、 あ、そうそう、超超 sleepy、 ちょっと sleepy、 超 sleepy、
そうそうスリーピンって言って普通にスリーピンってことか。そう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 普通にスリーピン、まあ、伝わってるよ、ね、そうそうスリーピン Thank you Good night Have a nice day。 チョレイ、あ、ちょマジチョロいから俺、俺マジチョロいから。うん、浴衣の日クラゲちゃんみたい。え、ねえ浴衣の日さ、私結構クラゲやってるよね。分かった、じゃあ考えてきます、一応候補に。でもやりやすいかも、まとめ髪だから。今日目があったね、目凝らしちゃってごめんね、緊張しちゃった。え、いいよ、嫌だ、目凝らせないで、ずっと見つめて。え、嫌だよ、でもありがとう、見てくれて、私のこと嬉しい、目があったってことは見てたってことだから。ゆいちゃんバラありがとう、花束ありがとう。あ、50分やばい、ちょっと暗示を見ます、ありがとうございます。13位ジャーキーありがとう、12位ケンくんありがとう、11位ヨッキーミルンさんありがとう、10位ハゼッチありがとう、9位かきひこありがとう、8位時間かったしマットくんありがとう、7位サージカルありがとう、6位スーさんありがとう、5位ルコポコありがとう、4位電脳ありがとう、3位リネットをガチ結婚したい福くんありがとう、2位龍一くんありがとう、そして1位がドゥルパッツーくんです、ありがとうございました。お疲れ様のサタバさんありがとうございました。ウォークンハートありがとう、もしよかったら私の X と Instagram のフォローよろしくお願いします、そしてこのルームのフォローもお願いします、多分明日も配信します、ありがとうございました、おやすみなさい、明日は平日ですけど元気に過ごしましょう、 X と Instagram のフォローお願いします、そしてたくさんコメントしてください、 Instagram にお願いします、たくさんお願いします、おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。No, no, 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 no.